一よろしく。三、二。映ってるかな。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.comローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日メンヘラジオ第32回の収録となっております。はい、はい、今日がね、5月1日、うん、5月入りましたね。うん、入った、はい、5月1日、うん、1日で、こちらの放送日が5月8日、来週の月曜日となっております。はい。来週の月曜日、まあ、もうすでに聞いてる皆さん5月8日なんですけど。そうだね。今日はね、なんとね、うん、5月から、うん、ちょっと、ツイキャスを。ツイキャスやってみようと思って。やってみようかというので、早速、メッセージが届いてまして。うん。はい、夏実さん、読んでいただけますか。はい、山内一郎さん、ウェーイ。はい、山内さん、ありがとうございます。で、たかし、こが、ヤンキツさんで、あら、ヤンキツさん、ケイタさん、夏実さん、こんばんは。祝、ツイキャス配信。ツイキャス配信。ありがとうございます。ツイキャス見えてますか、はい、最強のメンヘラ登場って。最強でもないよね、でもね。弱っちいよね。リンポンさんからお茶をいただきました。ありがとうございます。お茶ありがとうございます。高坊さん、セカンドじゃなかったんですね。こんばんは。こんばんは。そう。あの、せっかくだから、うん、あの、自分たちでアカウント取ろうっていうところでね。やってみてます。はい、やってみてます。うん。はい、32回もやってるのってよ。そう、いつの間にか32回。うん、どうする32回。ね、すごいね。まだ緊張してるんだけど。うん、年は取るもんだね。はい、マナキチさんからも来てます。はい、マナキチさん、お二人とも待ってましたって。ありがとうございます。ありがとうございます。待たれてました。まあね、通常の放送だとね、うん、あの0時を回ってから、うんうん、今日が31回の放送がねされるんですけど、うん、0時半って言ったらね、平日のもう眠いよね。平日の0時半って言ったらもう眠くてしょうがないのだから、ね、うん、しかも月曜日のね、うん、疲れて、あ、寝るかだよね、明日からもあるしみたいな。そう、まあでも今日はツイキャスともうしながらやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。お楽しみに。びっくりした。事故が起こっております。リピートが続いてまして、すいません。ではメンヘラトーク。おう、トーク、イエイ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 。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、うん、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、あ、私だ。メッセージもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、早速本日のテーマ、本日のテーマは、うん、おすすめの漫画。おすすめの漫画、うん、おすすめの漫画をみんなに教えてほしいなと思ったんですけれども、うん、まあ理由としてはね、うん、俺が幼い頃ね、うん、母がね、母親が漫画喫茶でパートしてたのよ。うんうんうん、そんで
ちっちゃい頃ね、弟や妹とね、うん、よくその母が働いてる漫画喫茶に行って、うん、そこでお昼、うん、ちょっといただきながらなんか漫画読む、セイントセイヤとかね、読んでて、いろいろ漫画読んでたのよ、あるのをね、そんな過去聞いたことない、棚に並んでて、いや話したことあると思うよ、ほんでそれでなんか漫画読むのが好きになっていったというか、まあ、うん、父もね漫画結構読む人だったんで、お家にも漫画何冊か結構本棚にバーってあったんですけど、うん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 、そうそう、でまあ成長して、うん、パチンコに行ってからさ、うん、お家に帰るに帰れねえぜみたいになった時に、うんうん、ネットカフェに行ってね、そこで漫画を読みながらちょっと時間潰して、うん、翌朝またパチンコに行くみたいなこともしてたからね、うん、漫画はなんかだからよく触れてたのよ、引きこもりになってた時も、うん、漫画とかそうそう読んで、うん、で抜け出してお家抜け出してちょっと散髪行ってくる言って散髪してから、うん、まあ3000円ぐらいもらってからさ1000円カットのところ行って、うん、残ったお金で漫画喫茶行って、うんちょっと時間を潰してからさ、お家がやっぱ居心地悪かったからさ、まあ自分のせいでもあるんだけど、それで漫画読んでとかもあったから、うんうんうん、それでまあ今でもね読むの好きで、まあ最近はね忙しくてなかなかゆっくり読む時間もないんですけれども、うん、まあちょっとハピワンも終わってさ、うん、また少し時間にゆとりが生まれたから、うん、ちょっと漫画を読む時間作れたらなと思って、うんうんうん、それでみんなにおすすめの漫画があればちょっと教えてほしいなと思って、うん、山内一郎さんが、うん、多分ケンタさんの過去だはず、壮絶だなって壮絶だなって言ってる、いや、まあ、夏美さん機嫌いいって何機嫌いいよ普通に、高尾さんもずっとセカンド、ギノワンセカンドで待機してた、あ、そうですね、ありがとうね、はい、ありがとうね、コメントもどんどん拾っていきたいと思ってます、はい、で漫画読まないよっていう人がいたらね、なんか、うん、漫画を読まないっていうのが、まあ、さっきの話にもであるように俺漫画に触れてきてた、漫画が身近にあった生活というか、うん、環境だったから、うんうん、漫画読まないってどういうことなんだろうっていう、なんか理由があればそれもちょっと読まない理由もなんか聞けたら面白いなと思って、うん、まあ読まない人の意見とかもちょっと興味深いっていうところ、うん、そうだね、うんうん、でちょっと漫画、うん、おすすめの漫画ちょっと募集したところ、いくつかメッセージ届いてますので、うん、来ましたか、はい、読んでみたいと思います、はい、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさん、ありがとうございます、はい、夢をつかぽんさん漫画のことって言ってるのにちょっとアニメのこと言ってるんだよな、うん、最高だね、つかぽんさんから、はい、ネットフリックスで以前ハマって見てたのがブルーピリオド、うんうんうん、アートとは何か、表現とは何か、生きるとは何かを考えさせられた青春アニメです。自分も最近からアートを始めています。今後も自分の表現を突き詰めていきたいと感化されたアニメです。ブルーピリオドって聞いたことはある、うん、ハピアンでもね何度か単語というかこのブルーピリオドの題名が、うん、話題に出たことあるんだけど、うん、マスクマンとかもね読んでるみたいで、うん、月刊アフタヌーンでちょっと2017年ぐらいから連載されている、うん、絵を描くことの楽しさに目覚めた主人公を中心に、うん、美術大学受験予備校や入学試験での苦悩、うん、東京芸術大学の学生として美術を学んでいく姿を描いた青春群像劇、うん、でこれ2021年にアニメ化されて、うんうん、それがね夢をつかぽんさん見てたっていうことだろうけど、アニメ、うん、俺は残念ながらちょっと見れてないんだよね、アニメも漫画もこれはまだ読めてなくて、うんうん、面白いらしいよ、そうなんだ、うんうんうん、松井も読めてないな、うん、ブルーピリオとか、そうそうそう、はい、はい、うん、はい、メンヘラネーム山さんからもいただいております、はい、私のおすすめの漫画は走馬灯株式会社ですとのことです。走馬灯株式会社知ってる？知らない、俺これそれこそ本当に漫画喫茶パチンコ帰りに行ってた漫画喫茶で読んでたんだけど、うん、これ面白いのよ、そうなの、うん、ふとしたことから自分の人生を振り返ることができる場所、うん、走馬灯株式会社に迷い込んだ人物が、ね、うん、DVD に記録された自分のこれまでの人生を見たことで、怖
不思議な出来事に巻き込まれていく。何ホラー？ホラーじゃない？ね、サスペンスもあって、ホラーもあって、で中にはほっこりする感じのもあって、へー、結構いろんなストーリーが一話完結、前後編完結とかさ、はいはいはい、で一話完結もあったり、結構短いので読みやすいな、読みやすいね、じゃあね、うん、でこっちはもう連載終わってて全10巻あるんだけど。うんうんうん、テレビドラマ化もされてるのよね、うん、でこのドラマのキャッチコピーがなんかすごくて、うん、見なければよかった、自分の一生を記録した DVD から崩壊が始まるっていうキャッチコピー、やっぱ怖いじゃん。結構だからホラー寄りだったのかもしれないね、サスペンス寄りというか、うん、ドラマの方は。うん、夏美さんは何かお好きな漫画とか。夏美さん、夏美さん好きな漫画は、うん、もう不思議遊戯一択、はいはい、でいう感じ。不思議遊戯っていうさ少女漫画があるんだけどさ、うん、その異世界転生っていうかさ、そういう類のものだと思うんだけど、うんうんうん、なんかすごく楽しいんだ不思議遊戯。そのさ楽しさをさうまく伝えられない。なんか語彙力がないんだかあるんだかわかんないから。あ、じゃあツイキャスに助けてもらおう。ツイキャスに助けてもらおう、うんうんと、山内一郎さん、最近ハマってるのは進撃の巨人。あ、進撃の巨人聞いたことあるね。今更だけど、ストーリー展開が意外すぎてやばい。そうね、もう進撃の巨人は海外でもね、すごい人気があって、うん、あれでしょ、アニメで爆発したかな、めっちゃでかい人が、うん、こうやって追っかけてくる。そうそうそう、ちょっと怖さがあるんだけど、うん、まあ、高尾さんから来てる、うん、高尾さん、大人になって初めて買ったコミック本は鬼滅の刃全23巻です。うん、今絶賛刀鍛冶編がアニメ放送されてますね。いいっすね。うんうん、鬼滅の刃は俺も全部読みました。アニメで見てるよ。なっちゃんはね、うん、うん、漫画じゃなくてアニメ読んでる、ね、急にハスキーになった声が。なんで。いいんじゃない。アニメで見てる。うん、面白いよね。昨日も見た。昨日ね、アマゾンプライムでちょっと、あ、昨日じゃ、アマゾンプラじゃなくて普通に今回はリアルタイムで見れた。リアルタイムで見てた、ね、うんうんうん、見れた、うん、見れた。ナルトラさん、ナルトラさんお疲れ様です。収録配信開始ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。見に来てくれてありがとうございます。見に来てくれてありがとう。なんかずっと2人でいつも話してたから、うん、やっぱりツイキャス新鮮だね。そうだね、うん、なんか楽しいね。まあ幸いな、お昼というか午前中の、うん、デジチャーコロビーカフェハピアンでやってたね、うん、デジチャーコロビーカフェでツイキャス、うん、高尾さん毎週日曜日が楽しみですってよ。あ、見てるんだ。聞いてくれてるの、ありがとうね。違う、毎週日曜日が楽しみですっていうのはあれさ、鬼滅の刃さ。あ、鬼滅の刃のことね。うん、うん、夏美は本当にバカだね。そうそう、なんだっけ、何の話だったの、何の話、鬼滅の刃の話して。あ、違う、あれデイジチャーコロビーカフェでね、ツイキャスもちょっとやってたからね、うん、ちょっと、うんうんうん、多少の慣れはあるんですけれども、うんうん、でもこうやって反応があるのはやっぱ嬉しいね。嬉しいね、うんうんうん、このさ 2台カメラで撮ってるけどさ、 YouTube が1個は YouTube 用に撮ってるじゃん。あ、そうですね、はい、YouTube 用で。ツイキャスの方が映りがいい。あ、そうなの。あ、そうなの。高尾さんから遅い襟マスと来てますよ。うん、今ね、俺たちも俺がアニメ好きってこともあって、うん、はい、鬼滅の刃もね、夏美さんと一緒に見るようになって、うん、俺が見せたんだよね、最初ね。鬼滅の刃、そうそうそう、うん、それから、無限列車編だっけ。いや、もうハマっちゃうから僕さん、ね、見たくないって言ってたんだよ。そうそう、あと夏美さんはね、アニメーターのお仕事をされてたことがあって、本当にちょっとだけよ、20代の頃ちょっとね。それで夏美さん曰くね、なんだっけ、そう、書く時のね、こう動きを書く時の、うん、動画っていうんだけど、うんうんうん、動画が作画するのがっていうか、その書くのが何枚も何枚もあればあるほど滑らかな動きになるわけ、うん、アニメーションって、はいはいはい、枚数が多いほどね、そう、枚数が多いほど、うんうんうん、これ大変そう、何この滑らかさ、ジブリ鬼とか思いながらさ。ジブリもなかなか見れなかった、それで、はいはいはい、そう。まあ、せっかくだから俺のおすすめの漫画もいくつか紹介しとこうかな、うん、いいよいいよ。俺も結構いっぱいあるのよ、うん、でまあその中でもまだ最近もう、これだってやつよ、
連載中のも含めて完結したのも含めて言うと、うん、ブルージャイアントシリーズは面白い、うん、ブルージャイアント、うん、ブルージャイアントシュプリーム、ブルージャイアントエクスプローラーときて、今このエクスプローラー、うん、日本編、ドイツ編、アメリカ編で今アメリカ編が連載してるんですけど、そうそう、これがめっちゃ面白い。なんかそんないっぱいなんとか編があるんだね。そうそうそう、面白いよ。あのジャズ漫画なんだけどね、ジャズを、うん、ジャズプレイヤーを夢見て、うんうん、世界一のね、うん、ジャズプレイヤーを夢見た日本人の青年が、これも人気だよね多分ね。ああ人気人気、すごい人気コミックだよね。そうそうそう、アニメ映画化もされたしね。で、あと波を聞いてくれっていう佐村博明さんの、うん、これも連載中ですね。で、うん、最近テレビドラマ化が、テレビ朝日の方でされてます、うん、すごい。そうで、あと幽霊好きなやつでそれ見てっていうのが、あのそれでも霊が見てみたいを略してそれ見て、うん、これね、それでも街は回っているっていう漫画の作者と、うん、同じく漫画家の小野寺浩二さんっていう方が、うん、霊が好きだけど見たことないっていうところで、うん、じゃ あの霊を見るために心霊スポットを巡りませんかっていう企画が出てからさ、はいはい、編集部の中で、うん、で実際に編集者や他の漫画家を巻き込んで、うん、さまざまな心霊スポットに行く、うんうんうん、でそれをそこで起こったさまざまな出来事を、うん、あの実録した漫画なのでね、うんうん、これがめっちゃ面白いの、うん、怖いだけじゃなくて、うんうん、だからおすすめです。そうだね、おすすめだね。はい、それでは、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、先月今日の楽曲は何でしょうか。はい、先月4月に配信されたばかりの YOASOBI のニューシングル、こちらをお聴きください。はい、お今アイドルが YOASOBI のアイドル流れてます、ね、プレイグさんをやってる、こんばんはって。あ、こんばんは。こんばんは。そう、高保さんも15分でも3000枚ほど必要、アニメのね、そうでしょ、うん、滑らかさのやつでしょ、うんうん、ぬるぬる、ね、でも最近ね、本当に作画が良くなってね、ぬるぬる動く、すごいアニメが多くなって、ぬるぬる動くってなんかちょっとすごいね、表現が。ただその中でもね、やっぱり作画崩壊アニメと呼ばれるアニメの数が多いからね、うん、作画崩壊アニメっていうのも増えてきて、うん、あ、増えてきてですが、まあ、いくつかあったりして、うん、それが話題になって、うん、なんていうの、作画崩壊アニメって何、出来がいいってこと。いや、作画が崩壊してるのよ。だからなんかキャラの顔の形がおかしかったりとか、そうそうそう、隠したらあれだしな、ちょっとおかしくなったりとか、うん、うんうん、アニメのね、アニメーションの描くのって大変よ、うん、あれ同じの何枚も何枚も描いててさ、ヤンキチさんが高保さんに、高保さんいろいろ知識が豊富ですよねってあ、たけしさん、お茶だ、お団子ありがとうございます聞いたことがあったので、ね、ありがとう高保さん。高保さんはいろいろ知識が豊富、俺と一緒でもしかしたら広くて浅いやつかな、深い方かな、怖な方かな俺も本当に広くて浅い知識ばっかりだから、だからおすすめ漫画いっぱいあるんだけど、うん、覚えてなかったりするのよ、もう内容とか、うん、だから紹介しきれないんだよ。おすすめだけど覚えてない、あれなんだったっけ、あれなんだったっけとかさ。ああ、でも前はあれ紹介してたよね、シュリンク。ああ、シュリンクね、これも面白い、うん、あの精神科医のお話で、ね、シュリンク精神科医弱いってやつがあるんですけど、これはもうハピアに来た実習生とかにも教えてあげたり、うんしてますね、うんうんうん、あ、高尾さんも一緒、浅く広く、でもそれがね結構いいんですよね、引き出しが多いっていいよ絶対、ただ話は広げられないんですよ、ね、ちょっとそこは問題というか、どうしたものかって、あ、浅く狭くかなって、そんなことないでしょ高尾さんフレイグさんも隅っこ暮らしとお団子が差し入れがありました、ありがとうございます。ツイキャス楽しい、はい、沖縄大好きさん、こんばんは、遅くなっちゃいました。 ありがとうございます。あ、どうもどうも、あ、こちら、どうもどうも、いつもありがとうございます、メッセージ、いつもありがとう、うん、はい、アイドルになった気分だねそうなの、今アイドルって曲が流れてるけど
うん、アイドル流れてる曲もね、推しの子っていうアニメのねオープニングテーマなんですけれども、うん、最近はもう推しの子ハマってますね。ハマってる、はい、今日のアイドルも含めてね。うんうんうん、うん、推しの子いいよ、はい、楽しい。後半入っていきましょうか。はいはい、はい、聞いていただいたのは夜遊びでアイドルでした。はい、はい、アイドルこの曲楽しいよね。そうね、今日はメニヤって言ってずっとなんかヘビーローテで、うん、ずっと聞いてる、うん、聞いてた聞いてた。テレビアニメ推しの子のオープニングテーマになってるんですけれども、うん、漫画原作者の赤坂赤さんが夜遊びのために書き下ろし、うん、今現在ねアニメの特設サイトで公開されている、うん、推しの子のスピンオフ小説45510を元に制作されたそうです、うん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 、推しの子ねアニメ見てからね、俺、うん、漫画読んでなかったのよ。面白いって聞いてたけど、うんうんうん、読む機会がなかなかなくて、うん、だからどんな作品なんだろうって、なんとなくね、赤坂赤さんがかぐや様を書いてる、うん、かぐや様はなんだっけ、えなんていうタイトルだっけ、かぐや様、かぐや様は告らせたい、あそう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 、あそう書いてる作者さんだから、うん、ギャグかなと思ってたら結構ちょっとミステリー要素もいろいろ入ってて ありつつね、うん、あこれいじってケントさん、あありがとうございます、追加読むから、はい、お願いします。あそう推しの子見てるよって来てるね。あ本当、沖縄大好きさんの好きな漫画ボボボボボボ懐かしいな懐かしいな、はい、すごい。では、番組後半というか後半もう終了の、はい、入っていきます。あれじゃないですか、はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、エンディングです。はい、はい、今日は、まあ、5月一発目ということでね、収録、うんうん、試験的にまずツイキャスをちょっと始めてみようかっていうところで、うん、ツイキャス配信感謝数とか来てるよ、はい、ちょっとやってみたんですけども、なかなかねやっぱり深夜の放送だからちょっと聞いてる人いるのかなって不安だったんで、今日もね、うん、もしかしたら来てくれないんかな、ね、聞いてくれる人来なかったらどうしようなんて思ってたんですけど、ね、こんなにいっぱい、メッセージいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。お茶もお団子もいっぱい差し入れありがとうございますで、ブレイグさん、プレイグさんかな、うん、他のラジオでもよくかかってるよこの曲って、アイドルかな最近ね、うん、多分すごいなんかヒットチャート席巻してるみたいで、配信シングルでね、うんうん、僕もすぐ、配信されたやつダウンロードしてよく聞いてますよ。もうアニメのオープニングがねかっこよくてね、うん、YouTube で公開されているね、YOASOBI さんのプロモーションビデオっていうんですか、うん、それもアニメのね、そうそうそう制作人が関わって、ちょうどなんか曲とマッチするっていうか、うん、映像も、うん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 、それもすごく楽しかった、うん、見たけど、うん、で曲のね歌詞の最後にある、うん、これは嘘じゃないだっけ、これは嘘じゃない、愛してるやっと言えた、愛してるやっと言えた、うん、本当に愛してるって、そうそう、これがね物語とやっぱりリンクしてて、っていうか歌詞がね全体的にもリンクしてるから、うん、YOASOBI と YOASOBI さんとやっぱりアニメとか、うん、ってすごく相性いいんだろうね、相性いいね、うん、なんかめっちゃクラッカー、クラッカー来てるクラッカーだ、嬉しいありがとうございます、なんかパラパラ舞ってるね、かわいいね、ありがとうございます。夏美さんどうでしたか、今日のツイキャスを交えたというか、ツイキャスを導入した放送となってますけど、ツイキャス導入してからさ、カメラが2個あるからどっち見ていいかわからないけどさうん、うん、まあまあ、ツイキャスの方が映りがいい2度目大事なことなので2回言いました、 みたいになってますけれども、はい、そうです、うん、で来週ね収録のたんびにこうやって、5月からはツイキャスの方も
同時に配信していきたいと思ってますので、うんうん、あの放送でもしね、本放送で聞いてる方、ツイキャスに参加されてない方は、うん、もしよろしかったらね、あの僕らのツイッターメンヘラジオで検索したらあの引っかかると思うんで、うんうん、そちらであの告知とか、うん、ツイキャスやりますよみたいなのとか出ると思うんで、うん、あのぜひフォローしていただければ、フォローしていただければ、はい、ありがたいです、はい、うん、それでたまにねこうやってツイキャス越しではあるんですけれども、あの会話を楽しめればはいと思ってますので、ですです、はい、です、今後ともぜひ、メンヘラジオどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、いや楽しいよかったね、うん、ちょっとどうなることかと思ったけどね、うん、はい、漫画ね紹介してくれてね、いっぱいありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週のテーマもね、うん、ツイッターの方で紹介したいと思いますので、よろしくお願いします、はい、では本日のメンヘラジオこいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとう。